どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。というわけで、8月2日、広島 VS 阪神戦、たった今終了いたしました。結果は、阪神負けました。完封負けですね。はい。完封負けが、確か今日合わせなくても10試合ぐらいあったのか、今日合わせて10試合なのかな。ちょっと、詳しくは覚えてないんですけど、完封なきまでに叩きのめされるっていう試合がね、ちょっと後半に入って、多くなってきた。まあ多くはなってないんですけど、なんか印象深い試合がね、ここ後半に入って多いかなと。負けがね。うん。いやー非常に残念。明日につなげていただくためにね、ヒット1本でも、まあ得点1点でも取ってほしかったんですけども、なすすべなかったって感じですね。うん。いやー。まあいろいろ言いたいことはあるんですけど、まあとりあえずやっていきましょうか。広島 VS 阪神戦16回戦7対0で阪神が負けましたね、こちらですね。まあ7-0。めっちゃ点取られたなって感じですね。はい。スタメンオーダーから発表していきましょう。こちらですね。枠で囲われた選手が出場した選手ですね。1番ライト糸井選手、2番センター近本選手、3番セカンドソラーテ選手、4番サード大山選手、5番レフト福留選手、6番ファースト丸手選手、7番ショート糸原選手、8番キャッチャー梅野選手、9番ピッチャー高橋遥人投手ですね。はい。そしてこちらが広島のスタメンオーダーですね。こちらも枠で囲われた選手が出場した選手ですと、こんな感じになっておりますとのことで、はい。いやー、はい。打撃陣から見ていきましょう。糸井選手、4打数1安打です。センターフライ、セカンドゴロ、レフトへのヒット、センターフライって感じですね。はい、盗塁を仕掛けようとしてね、まあ相手がまだ持ってる状態で進んでしまって、セカンドへのフォースアウト、まあフォースアウトじゃないな、まあセカンドでアウトになってしまうと。非常に残念でした。まあね、無失点で、まあ相手がね、まあ無得点の状態で、先頭打者が出た、これはどうなっていくんだっていう状況の中で、糸井選手が盗塁失敗と、非常に残念でしたね。まあまあまあ、もちろん、ね、駆け引きというか、まあ紙一重というかって、まああの場面で、フォーム出てれば、セーフだったかなとか、まあいろいろ言いたいことはあるんですけど、まあそれでもね、やっぱり、厳しかったなという感じですね。はい。うん。まあ次回期待します。まあヒットは1本出てるんでね、全然問題ないかと思っております。はい。近本選手4打数2安打です。センターへのヒット、セカンドゴロ、レフトフライ、センターへのヒットって感じですね。まあ基本的にセンター方向に弾き返してるんで、調子はどんどん上がってきてるのかなという感じですね。まあ言いましょう。2番に近本選手を置くこと自体は何ら問題ないんです。もっと言うなら1番に糸井選手を置くっていうのも全然いいです。だって、まあ、阪神では1番打ってる打者が1番に来ると。全然問題ない。そして2番に近本選手。まあ、併殺打が今まで1本もないと。まあ、だからヒッティングに行っても、まあ、バントも上手いしってところもあって、2番に置く、わかる。3番にソラーテ選手を置くならね、近本選手は2番じゃないんだよなーって感じしますよね。近本選手が、まあ、実際今日もね、1本2本とヒットを打って、出塁してるんですけど、ソラーテ選手が打席に立つと、まあ、ね、まあ、ワンアウト一塁という場面だとしたら、やっぱり、ランエンドヒットとか、まあ、盗塁をね、仕掛けにくい感じにはなっちゃうんで、3番ソラーテ選手なら、もう普通に糸井選手を2番に置いとくべきだったんじゃないかなっていう、まあ、糸井選手は3番だったんで置いとくべきっていうのは変な話なんですけど、2番に糸井選手、1番に近本選手の方が、まあ、近本選手の足を生かすっていう意味ではいいんじゃないかなというふうに思ったんですけど、まあこれは個人的な意見なんでね、まあ明日のオーダーに期待しましょうというところで、近本選手自体は調子上がってるんで明日もお願いします。はい。ソラーテ選手4打数1安打です。レフトへのフライ、レフトへのヒット、サードフライに、セカンドへの併殺だって感じですね。うん。まあレフトへのヒットは、まあ正直たまたまです。言いたかないけどたまたまです。小園選手が追いかけて、そして、まあ、レフトが松山選手だったかな。ってところでね、小園選手が途中まで追っかけて、もう最後の最後落ちるか落ちないかってところで、松山選手お願いって言って、いや、取れへんっていう感じのボールが、ポテンって落ちたんでね。まあ、あれはたまたまです、正直。で、言えることとしては、ソラーテ選手ね、その僕が YouTube とかで見る限り、左打席の方が良かったんですよね。前の、まあ、メジャーとか見てたら。ただ、まあ、日本に来てからでは、右打席の方が圧倒的に、まあ、圧倒的っていうか、まあ、そんなに打ってへんけどね、そもそも。ただ、右打席の方がインパクトはある打席が多いと。
まあ、実際ホームラン打ってたりとかってね、うん、そういうところ考えると左打席ちょっとどうなのかなっていう感じがしつつあるんで、まあそろそろ左打席で1本2本ともっと打ってほしいなと思っております。はい、大山選手3打数1安打です。ショートゴロピッチャーへの内安打、ライトフライって感じですね。うん、まあなんとも言えん、まあ普通に打てんかったっていう感じですね。まあただ1本打ったんでね、明日に期待です。はい、はい、福留選手3打数無安打ですね。レフトフライセンターフライ三振ですね。うん、まあ、センターフライはね、当たりは良かったんですけどね、もう一伸びって感じですね。まあ、もっと言うなら、いや、逆に伸びすぎちゃったっていうところもあるかなって感じですね。まあ、ベテランほっといたら打つっていうのをね、信じたいと思うんで、頑張って、福留選手。他人事。いや、本当にそうなんだけど。マルチ選手、3打数無安打です。ショートゴロ、セカンドゴロ、ショートゴロって感じですね。うん。なんていうかね、まあ、やっぱり、マルチ選手の魅力である、まあ、引っ張る打球、うん、が、ね、ことごとく潰されてしまったなという感じ。まあ、投球チャートをちゃんと見てないんですけど、まあ、多分、大瀬良選手の外のカットボールとかを引っ掛けてしまって、セカンドゴロ、ショートゴロって感じなんだろうなと思ってますね。ただ、2打席目のセカンドゴロ、これは当たりは良かったです。まあ、菊池選手が前にボトンと落としてしまうぐらいに、やっぱり強い打球だったってことは間違いないんで、次回に期待できるかなと思っております。はい。糸原選手3打数無安打ですね。センターフライサードゴロ三振って感じです。まあね、今日は下位打線はね、まあ下位打線っていうか5番以降はね、1本もヒットを打ってないってところがあって見どころはなかったって感じですね。まあ糸原選手もその一人って感じで、うん、まあ次回に期待したいなと思っております。はい、梅野選手が、3打数無安打ですね。サードフライサードゴロ三振って感じですね。まあサードフライサードゴロは別にどうでもいいって、まあね、3打席中の1打席の話をしたいんで、その2打席はどうでもいいとして、3打席目の最後のボール、まあ沈むボールだったのかスライダー系なのかフォークなのかわからないんですけど、やっぱりね、低めのボールをね、まあワンバウンドしてるボールを振るっていうのがね、ちょっとやっぱりめちゃめちゃ多いんでしんどいかなと思っております。はい、次回に期待します。高橋選手、2打数無安打です。キャッチャーゴロで三振ですね。はい、そして、高山選手代打で出場して1打数無安打セカンドゴロですね。はい、坂本選手、守備交代ですね。あ、枠書くの忘れてたな。坂本選手出てました。はい、そして、もうないかな。はい、じゃあ投手陣見ていきましょう。高橋選手、岡本選手、高野選手ですね。高橋選手5回と3分の2を投げて114球9安打8三振3フォアボール7失点と、まあ初回からね、多分ね歯車が狂ったんですよ。うん、やっぱりね、さっき言わなかったですけど、ソラーテ選手ね、守備が甘い、かなり正直僕、まあ、映像が見れてたんであれなんですけど、正直セカンドに転がった時点でゲッツーで初回無失点だって思いましたもん。うん。それなのに、まあイージーというゴロではなかったんですけど、まあバウンドがね、ちょっとまあ変わってはないですけど、まあ跳ねそうなっていうね、合わせにくいボールだったのは理解してるんですけど、ただね、セカンドにまあ転がったっていう時点で、ああこれはもうゲッツーコースだ。うん。しかも言っちゃなんですけど松山選手だったんで、だったかな。うん、多分だった。うん、そうだった。そうですね。だったんで、まあ、セカンドに投げれてれば、まあ、おそらくファーストもアウトになるっていう打者じゃないですか。そこから考えても、そんなに焦る必要もない中で、まあ、焦ったというか、弾いてしまって、まあ、1失点。で、その後にサードゴロの間に1失点と、まあ、2失点食らってしまうと。うん、まあ、そこからもう歯車が狂ったんですけど、まあ、それでもね、5回まで、まあ、初回の1失点のみ、あ、2失点のみで、無失点を連なってくれたんですけど、まあ、打撃陣が相変わらず奮起せずに。で、6回に捕まってしまうと。まあ、しかもね、6回のね、最初の2人の打席もね、ポテンヒット、ライト前に落ちるヒットって感じなんですけども、それもね、正直詰まらせてアウトになるような打球だったんですけど、まあ、あれはね、しょうがない。うん。まあ、そこから守れなかったっていうところが、まあ、自分で多分悔やんでるところだとは思うんですけど、それでもね、いいピッチングしてくれてたとは思います。ただね、やっぱり暑さなのか、まあ、ローテでちょっと投げすぎてるからなのか、高めに浮くボールがね、ちょっと多くなってるかなっていう感じでしたね。まあ、実際バティスタ選手に打たれた打球も、まあ、投球も高めに抜けたストレートだったかな。
うん、やっぱり、まあ、球数投げて高めに抜けてるのはわかるんですけど、ただ初回もね、割と抜けてる感じがあったんでね、その辺はちょっとね、気をつけてもらいたいなと思っております。まあ全体的に見ればね、全然問題ないかなと思っております。はい、岡本選手1回と3分の1投げて27球、2安打1三振1フォアボール1デッドボール無失点と、うん、まあいろんなことをやってますけど、まあ無失点で抑えてくれたって感じですね。次回も期待します。はい、高野選手1回投げて14球2三振無失点と、うん、本当にねしっかり投げてくれたなって感じですね。はいはい、うん、負けだね、負けたわ、しょうがないわ、うん、しょうがないとしか言えない、もう明日に切り替えて頑張ってって感じですね。うん、ただね、まあ、うん、まあ言いたくないんですけど、うん、そのね、まあ藤浪選手を抹消したじゃないですか。で、打撃が低迷してる中で、僕はね、まあ、実際昨日の時点でもその飯田選手を落として、で藤浪選手を上げてって、で岡本選手を上げたと、まあ今日ね、うん、打撃の方で上げてもよかったんじゃないかなとは思うんですけどね、その一振りでどうにかしてくれそうな人とか、うん、そのね、打順的にね、まあもっと言うなら糸井選手のところとか、ソラーテ選手、近本選手、大山選手、福留選手、マルテ選手あたりだとやっぱり代打は出しにくいんですよね。まあただそういうところでも代打を出してでもなんか1点を取りに行くっていう姿をね、ちょっと矢野監督に見せてもらいたい。うん、この俺はこの選手を信じてるからこいつに打たせる。まあもちろんそれもね、矢野監督らしいっていうのはわかるんですけど、ただね、やっぱりね、その打撃が低迷してる中でちょっとなんか策を動いてほしいなと個人的には思いますね。うん、打順としてはね、まあその糸井選手と近本選手を逆にするぐらいで僕はすごく好きな打順なんですけど、うん、まあまあいろんなところあるんでしょうね。うん、まあとりあえず今日完封負けしてね、まあ悔しいけど明日勝ってもらいたいなと思っております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで失礼します。バイバイ。